ございます。白内藤です。いやー、日本からも帰ってきてね、久しぶりにフロリダで釣りができるということでね、ワクワクしてるんですね。もうね、今日はもう僕自身が楽しみたい。そんなこともあって今日選んだのはこれなんです。そう、ポップ R。その中から P50 というこの小さいサイズ。これで今日はね、思いっきり遊んでみたいと思います。いや、僕このルアー好きなんだよね。いや、考えてみればね、僕フロリダでもうここ5週間ぐらい釣りしてなかったんですね。なんで起きちゃったかっていうと、9月の半ばにボートが修理工場に入ってパーツがなかったんでね、2週間ぐらい修理に時間かかっちゃったんです。ようやく治ったかと思ったら数日でハリケーンが上がってきちゃって、それでまあ3日ぐらい停電したんです。すごい大変だったんですけど、その数日後には日本に出かけてしまったもんですから、もうね、今回帰ってくるまでフロリダで釣りしてなかったんです。そんなこともありましたので、今回のフロリダ帰国後の初釣行、これはね、もう深く考えないでとりあえず遊んでくればいいやということで P50 これを選びました。今回のタックル設定ではやっぱりね、 P50 これを使ってみたいということもあったので、ロッドは SJ1、 そしてもうね、リールは今回アルファスエアの TW8.6×1 っていうのを手にしましたので、これをねフルに活用したいということも頭をよぎり、ラインはねコンマ8号の PE を選びました。いやー、使った感想はね、わあ、フィネスリールの進化ってすごいんだなと思いました。8分の1オンスのフラグがベイトリールで問題なくバンバンこうポイントに投げ込めるっていうのは、いやー、まあ、気持ちいいだけじゃなくてすごいなと思いますよね。ありがとう、遊びに来てくれて。いや、目いっぱいシャロー側で出た。ありがとね。あら、こっち側からか。ありがとう、バイバイ。いやいや、サイズはともかく嬉しいね、今のは。でもシャローが随分ね、前回来た時よりは水深でいくと、そうね、40センチ以上水位が下がってるかな。なのでね、今打ったとこなんかは前回だったら40センチ水位がプラスだったら最高にいいポイントなんだけど、今はね、下がうっすら見えちゃうぐらい浅いかったんですけどね。とりあえずカバーがあったんで投げてみたらば一発で来ましたね。でも、サイズアップをしないことには、まあ今回はね、とりあえず遊びたいということで P50 出しちゃったから、まあ、あのサイズまでどんどん連れてきちゃうのは、まあこれはね、致し方ないこととしても、サイズが欲しいね。
いやいやいや、元気に出てくれたね。サイズはともかく、いいところで思ったように出てくれた。ありがとう。じゃあ、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。バイバイ。いや、いいカットだもんね。いそうと思うとこにいてくれるのは嬉しい。僕が P50 が好きな理由、まあ、正直言うとね、超過で1日100匹を超えるバスを釣ったっていう記憶があるルアーの中の一つに P50 っていうのがあったことも事実なんですけれども、でもね、実際に使ってみると P50 がなぜ僕にとって面白いのかっていうと、連続リトリーブをしてもね、潜らないんですね。表層にすごく置いときやすいルアーの一つなんです。だからスピードのね、幅をつけるのがものすごいやりやすいんですね。でそんな中、秋になるとどうしてもね、バスが果敢にベイトフィッシュを追い出すときに、追っかけてるベイトフィッシュのサイズがね、意外とちっちゃいサイズのベイトを追っかけてるときってあるんですね。でそんなときには、昔僕がバスプロから最初に学んだことの一つは、マッチザベイトじゃなくてマッチザボリュームという考え方なんですね。要するに外見をその形や色を似せる必要はないんだけれども、相対的なボリューム、これをね、近づけておくとやっぱ食わせやすいよという考え方だったんですね。そんなこともあって僕は結構 P50 っていい釣りをした記憶も多かったもんですから、今回はね、何も考えずに遊ぼうっていうことで、通常だったら P60 を選ぶところだったんですが、あえて P50 を選んでみました。遊びに来てくれたんだ。ありがとう。バイバイ。今回実際の釣りの中で僕が一番迷っていたのは、実はね、リトリーブスピードだったんですね。一般的に言うと、バクチョ、大釣りをしたい時っていうのは、ファーストリトリーブをする時っていうのは本当にやりやすいんです。もう何も考えずにボコボコいっぱい釣って遊んで帰ろうって思う時に、ファーストリトリーブで食わせることができる条件が揃っているのであれば、やっぱりね、それはね、爆釣につなげやすいんですね。一つ一つのポイントとかカバー周りをゆっくり時間をかけて、探るなんていうことをしませんので、非常に効率よくスピーディーに釣りができるっていうこともあって、今回はそっちにまとめたいかなと思いつつも、なかなかちょっと食いが悪いなっていうと、どうしてもスロー側を試したくなったり、ちょっとこう狭間で行ったり来たりしてたんで、結果で言うとね、やっぱスロー側にまとまってしまったかなっていう感じはしますけれども、いやいやいや、でもね、もうポップある P50 サイズのファーストリトリーブっていうのは、それが聞く時にはね、大爆笑につながることも多いので、皆さんももし P50 を使われる場合には絶対ファースト側を試して、おお、ファースト側で食うなっていう時にはファースト側でバンバン仕掛けていくと、
評価を上げやすいと思います。やっぱいいね。おりゃ、いい出方してくれてありがとう。楽しいね、やっぱ。おいしょ、うん、おいしょ。ほら、楽しい。我慢しきれなかったんだね。よーく見えたし楽しかった。ともかくありがとね。バイバイ。おりゃ、してくれたね。うわ、ばっくり食い込んでる。いや、ありがとう。ほら、いやいやいや、やっぱ面白いね。ありがとう。バイバイ。いや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 、やっぱ P50 このサイズはね、ほんと釣れるよね。いやー、いいポイントだけどね。あ、でっかいガーがいる。ガーポイントか。いやー、でも遊んだ。いや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 、今日のこのポップアール P50 の釣りいかがでした？このルアーはね、サイズはちっちゃいんだけれども連続リトリーブしても潜らないし、本当に使い勝手のいい釣れるルアーの一つだと思うんです。皆さんも、いやー、たまにはもう何も考えず遊んでみたいなーなんて思う場合には、こういうルアーのチョイス、それもね、絶対一つありだと思います。いい釣りして楽しんでくださいね。